ランカスターはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州、コーアス軍の町であり、同軍の軍庁所在地である。コネチカット側に沿っており、グレート・ノースウッズ地域への入り口にある。イングランドのランカスターから名前が取られた。2010年国勢調査では人口3507人であり、軍内ではバーリン氏に次いで第2位である。町内にはグレンジと サウスランカスターのビレッジがあり、また、ウィークス州立公園もある。毎年ランカスター祭りが開催されている。ホワイト山国立の森の一部が町の東部に入っている。ランカスターはバーモント州にもまたがるバーリン小都市圏に属している。町内の主要地域には2010年国勢調査で1725人が住んでおり、国勢調査指定地域に指定され、 アメリカ国道3号線とアメリカ国道2号線の交差点にあり、イスラエル側に沿っている。ランカスターは、フリーステートプロジェクトの2014年、ポークフェストサマーキャンプが開催された場所である。1763年、ニューハンプシャー植民地総督のベニング・ワエントワースが、マサチューセッツのピーター・シャムのデイビッド・ページ隊員に、アッパー・コーアスとして払い下げ、 町としては1764年にその息子であるデイビッド・ページ・ジュニアとエモンズ・ストックウェルが入植した。50マイル南にあるヘイバリルより北では初の開拓地であり、当初は現在のバーモント州に入っている土地も含んでいた。コネチカット側の北部にあり、インディアンからの敵意に対して何度も耐えることになった。初期住人の故郷であるマサチューセッツ州ランカスターから、 町の名前が取られた。町の土地を払い下げられたジョシュア・ウィークス・牧師がプレジデンシャル産地の山々に名前を付けた探検者集団に入っていた。別の払い下げを受けた者としてティモシー・ナッシュとベンジャミン・ソーヤーが降り1771年にメイン州ポートランドに抜ける近道としてクローフォード・ノッチを発見した。水力を生かした多くの工場ができてはまた去っていった。 その中には製材所、ジャガイモのデンプン工場、州内最大級の製粉所、ニューマ社工場があった。キルケニー産地で創業された花崗岩採石場もあった。コネチカット川そばの肥沃な草原があり、1874年には、州内で12番目に農業生産工の多い町となっていた。ボストンコンコードモントリオール鉄道が延伸され、市場に製品を運び出し、 地域の大きなホテルに観光客を運んできた。村の中心のすぐ南にはマウントプロスペクトがあり、アメリカ合衆国上院議員ジョン・ W ・ウィークスの夏の家である。ウィークスはホワイト山国立の森を創設する法案を提出した。1910年、いくつかの農園を買収して420エーカーの土地をまとめた。そこは現在ウィークス州立公園となっており、 日の宮蔵やウィークスの邸宅があって夏の間は観光客に開放されている。冬の斜面ではスキー用牽インロープが動かされる。ホワイト山地やグリーン山地が標高2059フィートの山頂2912年に建設された石造りの塔から見られることがある。プレジデンシャル山地は南東にあり、フランコニア山地が南にある。 標高3900フィートのマウントウィークスが北東のキルケニー山地にある。この山はウィークス上院議員にちなんで名付けられ、またウィークスメディカルセンターも同様である。ボザール様式建築のウィークス記念図書館は2000年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。ジョン・ダブルー・ウィークスがその父のウィリアム・デニス・ウィークスの記念に寄付したものである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は50.7平方マイルであり、このうち陸地49.8平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は1.73%である。町の中心、すなわち国勢調査指定地域に指定されている部分は、総面積2.1平方マイルであり、このうち陸地2.0平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は1.44%である。ランカスターの町をイスラエル側が流れ、またコネチカット側流域にすべて含まれている。町内にマーティン草原池もある。町内最高地点は、標高3290フィートのカボ山の、清涼である。マンションハウス、1907年プロスペクト山、1905年頃、 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は町の中心のみについて2010年の国勢調査による人口統計データである。高圧群庁舎ランカスターはアメリカ国道2号線と道3号線の交差点にあり、ニューハンプシャー州道135線の北端にある。この州道は南のダルトンやその先につながっている。 メインセントラル鉄道のあまり使われていない路線がコネチカット側を回り込んでおり、コーアスジャンクションから分かれたその支線がジェファーソンからワウムベクジャンクションにつながっている。ワシントン・ヤマチー・イ空港が11マイル離れた隣接するホワイトフィールド町にある。2006年1月時点で公共輸送機関であるトリタウンバスがホワイトフィールドとリトルトンを結んでいる。 ありがとうございます。